ベガルタにデサバトン31歳ですな。サッカー分かってきてよりいいかもしれない。成熟した時に味が出るこのミッドフィルダー、しかもボランチ。デビューは母国のアルゼンチンのようですね。セレッソ大阪に完全席で、まあ、J だと通算42試合、2021年にロサリオセントラルっていうチームに加入して、 J リーグ知ってますから、セレッソの中でちゃんと試合に出れるっていうのも、まあ、そういう実力があるっていう。なんといってもイケメンですわ。31歳ダンディイケメン。ダンディ、え、じゃあブラジルアルゼンチンのダンディ2ボランチっていうのを考えられると。守備力が武器っすね。俺の好きなあの人言ってるな、ヒデさん。あ、ピンポーン。中田選手のフィジカルコンタクト強いですね。その守備した後もでも結構クレバーじゃないですか。派手にしないけど的確な判断と、かわした後のこの手とかの使い方といえば、ボランチでボール持って意表のつくこの浮き球のパスで一本で裏通したりスルーパス出したり、自分で奪って自分でチャンスメイクもできちゃう。楽しみすぎるな。